面白いパーティー考えてます。ヨイミヤ、イエラン、ウェンティダイソン強そうじゃないですか。イエランの元素爆発ってさ、単体攻撃、範囲攻撃、サイコロ、水元素の連携攻撃は、これ範囲攻撃なんか、いや単体だよな。ヨイミヤとウェンティの相性はね、良くはないな。ヨイミヤの弓矢って単体攻撃だから、ウェンティで一箇所に集めたところで一匹ずつ倒すしかない。どっちかっていうとウェンティと相性がいいとしたら、まあ範囲攻撃のキャラだね。タルタリアとウェンティはバチクソ相性いいっす。タルタリアってね、弾流っていう効果があってですね、マークつけるじゃん。このついた敵に殴ると、追加でね、1.5 秒に1回弾流残が発動して、これ範囲攻撃なんですよ。で、しかもこれ2体につけると、2体ともに範囲攻撃が発生して、密集してれば密集してるほど火力上がるから、うん、めっちゃ強い。タルタリアは、敵が固まってれば固まってるほど強いな。敵が10体ぐらい固まってたら多分一番DPS で。